J リーグのチームでおすすめのチームありますかって川島さんにあの、それぞれのね、好みがあるから、僕はやっぱりリズムが好きなんですよ。僕はもう、人間が質の高い努力を本気でしてる姿が好きなんで、なんでそれで言うと、町田はそうで、あと、あの、もう一つね、好きなチームというかね、今、調子良くなってるというかさ、強くなってる藤枝麻 FC とかもこの間調べたんだよね、強くなってる理由。 したらねやっぱりねトップの人がやっぱりすごい有能みたいで徳田康介さんって人がめっちゃ有能な感じあるねなんかインタビューとか見てるとあとはなんか、あのー、地元との接点の作り方とか、ね、徳田さんって人が就任3年目迎えてその就任した年から業績がぐんぐん上がってるからしっかりこの人の能力だったりこの人が選んでるスタッフさんのすごさがあるんだろうなと思いますね。 チームによっては全部監督任せでノータッチみたいな形もあるんですけど、うちはそうではない。しっかり会社の方針を伝え、理解して動いてくれないと同じ方向は向けないっていう。あ、ちょうどよかったわ。これが大事なんだよ。うちのチームは誰って選手がいっぱいいると思う。でもみんなうちのスタイルに合う前提で呼んでいる。たとえ有名じゃなくてもやれるってところを見せてほしいですね。これがね、勝つために、あの、めちゃくちゃ重要なんだよね。これどういうことかっていうと、 例えば、町田もそうだし、藤枝麻薬氏もそうなんだけど、今日の,あのタイトルにもした、競合にあの弱小クラブが勝つ方法みたいな。結局、競合ってなんで競合かっていうと、歴史があるからじゃないですよ。お金があるからなんですよ。お金があると人が呼べる、人がいるといいサッカーになるっていう。だから、お金を集めるしかない。でも、100億集められるクラブと、10億しか使えない、集められないクラブあったら、当然戦力差が出るでしょ。ってなると、どういう戦い方をするか。で、 今、町田がやってるのは、例えば、清水で控えだったけど、オセフン活躍してんじゃん。なんでかというと、町田のスタイルに合ってるよね。ロングボールで競り合って、そこを起点にするっていう。オセフン最高のタレントじゃん。そういうふうに、戦い方を決めるんですよ。で、あの、例えば、サッカーにおいて、後ろからボールをつなぎますってなると、ショートパスが上手い人、下手な人で、後ろからつなぐってことは、 ボールを失いやすくなる。あつまり、自陣側でね、自分のゴールに近いところでボールを失いやすくなるから、結果、広いスペースを少ない人数で守ることるってなると、ディフェンスにも足早い人が必要になる。だからいつも言う、技術高くてフィジカルないと、ポゼッションサッカーで勝つっていうのはできない。ポゼッションサッカーっていうのはできるよ。ただ繋いでればいいから、ロングボールとか使わなくても。でもそれは食われるから、相手が。プレスかけてきたら、ロングボール使えなかったら。ってなると、じゃあ、 ビッグクラブはお金があるから足速くてボールつなげてロングボールも蹴れて点取れる人どんな状況でも点取れる人っていうのを呼んでくるよねだからレアルマドリーだとアラバダアエンバペダカマビンガだってまあいろんな選手がこうなってくわけよビニシウスとかなんだけどみんながそういうの選べるわけじゃないからじゃあどういう戦い方する低いところからつないで失ったら足遅い選手たちじゃ守れないじゃあ低いところからつなぐのやめようじゃあロングボール使うどういう選手の方がロングボールで勝てる背高い選手にしよう じゃあ、えー、足速いサッカー,、えー、スピード使うサッカーできるのかできないけど、ロングスロー使って、それによって、あの、相手を押し込んだ状態からクロスにしたりとか、撤退の守備したところからロングカウンターするときに、長い距離を、えー、ハイスピードでいけるフォワードはいないかもしれないけど、ウィングはそのキャラがいるみたいな。だから、戦い方を先に決めて、そこに対して必要な選手っていうのを特徴でリストアップする。で、安い選手を取っていくる。ってなると、 ビッグクラブと同じ戦い方はできないけど、この戦い方においては、めちゃくちゃいい選手が揃うみたいな。どんな調理してもうまいっていう,そう、食材は揃わないけど、焼いたらこれ最高みたいな。刺身だけだったらこれみたいな、なんかそういうね。それを、この YFC の、この、えー、代表取締役の徳田さんも言ってるし、ゼルビアは言ってないけど、おせふんでそれやってる。そういうことなんだよね。 例えば、えーと、ブレント・ォートとか予算少ないけど、生き残ってるのは、そういう戦い方がはっきりしてて、それに合った選手を呼んでるから、現状のね、自分たちが使える予算だったり、身の丈からの最高値を叩き出すっていうのは重要なんだろうなと思いますね。<laughs> 評価基準がしっかりあると、スタメン争いでも何に取り組めばスタメン取れるかが明確なので、選手も頑張りやすいですよね。いやんとそそううだねでででであれなんですよ今日笠原君とちょうど息のるまで話したのは町だってそこ特殊で サイドバックに求めるののはキックの質、まあ、ク質ロスもクリアもそうなんだけどもう一つロングスローっていうで評価基準明確で太田康介さんがゼルビアいたわけじゃんでその時に黒田さんにあの「ロングスロー投げれるか?」って言って「投げれます」って言うしかないから「投げれます」って言ったら「いやそれ全然ダメだ」って言われたみたいなでそれでね太田さん絶対的なスタメンではなかったわけじゃん重要な時期に使われたりとかスポーツ的に使われたりとかだけどそれでね使われてなかったことよりも ね、そういうふうに明確な基準があって出た時に活躍できたした話とか教えてくれてるからそうだからやっぱ明確だとじゃあここできたら使うこれできたら使わないっていうのはあるから割り切れるというかね出た時にじゃあここアピールしようって気持ちにもなれるしねそこもビッグクラブに比べてちょっといいのがこれはビッグクラブがそうじゃないかっていうのは分けにくいんだけどやっぱ競合になればなるほどたくさんの人の力が加わってくるしそれこそあの バルサだと自由に監督が補強とか口出せない、レアルだと口出せないとかあじじゃん。で、これが、やっぱり補強でいろんな選手入ってきた時に、最適解変わるし、哲学を変えなきゃいけないんだよ。どういうのが一番いいかみたいな。でもこれが、小さいクラブだとうちはこういうサッカーします。だからこういう選手取ってくる。みたいな、一枚岩になりやすいんだよね。大きくなればなるほど一枚岩になりにくい。だからシティとかアーセナルとかリバップルとか強いのは、でかいんだけど一枚岩感が強いっていう。でかくなればなるほど王女さんになるから一枚岩になれないし。 でこれをビジネスで分かっててもサッカーだとやっぱね子供心というかロマンであの投資してたりとか,かオーナーになったりとかするからやっぱそこでねちょっと逆つく感覚ゲーム感覚になるからこの選手使ってよってなって現場からしたら焼きついっすわってなんだろうなっていう。だから藤田さんとかシティのオーナーとかそできてるオーナーは金出すんだけど口を出すのは最小限にするというかちゃんとそこに理屈は求めるけど ちゃんとそのビジネスの感覚をサッカークラブにそのまんまちゃんとスライドさせれてるからいいんだろうなと思いますね。でも結局はそのね、こっちに行くぞっつった時みんなでそっち行けるかどうかなんだよね。めちゃくちゃ人数多くてもさ、重いもの運んでる時さ、何人か手伝わなかったり、何だったら逆に引っ張ろうとしてる人がいるのってさ、10人で全員でせーので運ぶんだったらそっちの方がさ、うまくいくみたいなさ。まあ、元の数は今言ってなかったけど。 20人で何人か逆に引っ張ってるよりさ10人で重いものを運んだ方がス,スムーズに運べるじゃんみたいな感じでそれが20人全員で同じ方向を運べたら最高じゃんっていう状況がシティとかアーセナルは今なってるのかなみたいな <music> 是望。